楽天生命パーク宮城には大観衆が詰めかけています。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか？いや、これはね、相当緊張してましたね。もう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。バッターは3番鈴木。これが2球目。ジャストミート。外野大きな打球になった。センターの頭上を越えた。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁到達。イーグルス1点返しました。2対1になりました。なおも3塁2塁のチャンス。ここでさらにつなぎたいですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには4番の浅村が入っています。ファウルボール。ノーボールワンストライクです。あっという間にツーストライクです。チェンジアップを見極めます。打ちました。切れました。ファウル。フェアならば逆転かというところでした。変化球打っていった。左に切れます。ファウルになります。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる。頭上を越えていった。サードランナーがホームに帰っていきました。セカンドランナーも今ホームイン。イーグルス逆転しました。3対2。1点ビハインドから一気に逆転。楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠